ガチゴマイル塾。皆さんどうもこんにちは、弟子一でございます。いつもガチンコマイル塾のビデオを見てくださって本当にありがとうございます。今回のビデオではあまり知られていないアメックスプラチナの解約についてお話をしていけたらなというふうに思っております。アメリカンエキスプレスのねプラチナカード、今回このガチンコマイル塾のビデオを見てくださっている方もね利用されている方多いんじゃないかなというふうに思っております。何を隠そう、私もですね2013年からですねこちらのカードを持っております。僕今海外にねいるので海外のアメリカンエキスプレスのカードもね保有してたりするわけなんですけれども、やっぱね日本のアメックス強いぞということでね実際にうまく使い分けてたりする部分があったんですけれども、なんとね2022年の10月1日よりですねとあるサービスの方を密かに終了をしていました。こちらねどんな解約なのかということをですねお伝えさせていただくと、アメリカンエキスプレスのプラチナカードに付随しておりますコンシェルジュサービス、これ日本に関しては E メールでのコンシェルジュとのやり取りというものができました。例えばこれ見てくださってあなた自身が明後日からハワイのホノルルに行きますと、でアメックスのプラチナにはねコンシェルジュサービスがついていますのでメール一本で現地のカフェの情報を調べておいてくれと、僕の妻がアレルギーを持っているのでねアレルギーミールを対応しているレストランを探してくれというふうにお願いをしておきますと、メックスのプラチナデスクの方でコンシェルジュさんがですね必死に調べてくれてそういった情報を送ってくれたわけですよね。だから僕なんかよく飛行機に乗る人で電話が好きじゃない人に関してはねこうメール一本でお願いしておくことによってでそれを実際に予約の手配をしてくれたりとかですね、まあ、現地の情報を調べてくれたりとかですねいろんなことを行ってくれてたわけなんですよね。でそれがなんとですね一切アナウンスなしに10月1日よりメールでのコンシェルジュサービスへの問い合わせ依頼の方は終了となりました。でコンシェルジュサービス自体はまだ実は残っています。ただこれに関してはお電話での対応になります。電話で何かをお願いしてその報告を E メールにて頂戴することっていうのはあるんですけれども、 E メールを使っての依頼要請っていうのはできなくなりましたというところがですね実は10月1日より起きております。まあこれに関してはね結構気づいてない方も多いんじゃないかなというふうに思いますけれども、実はね E メールでのコンシェルジュって結構ガチンコで飛行機に乗られてる方、ホテルによく泊まれる方にかってはねかなりこれ必需品だったわけなんですよね。それくらいね、まあ、海外に行ったりとかですねいろんなところに行く方にとってこうメールでお願いができるっていうのは本当にねユースフルだったところもありましてね、結構僕的にはショッキング。でもねこれ実際海外のアメリカンエクスプレスのプラチナカードだとねもともとコンシェルジュサービスありますけれども、こういう E メールでやってくれるところってないんですよね。なのでね非常に、まあ、そういった部分に関しては今まで逆にやりすぎてたのかなというふうにね捉えることもできるんじゃないかなと思っております。そんなわけでね今回はアメリカンエクスプレスの知らざる解約に関してお話をさせていただきましたけれども、少しでもお役に立てたら幸いでございます。またガチンコマイル塾のね公式の無料 LINE だったり公式の無料メールマガジンではですね、こういったホットなね時事ネタをどうしても YouTube だとね編集とかですねそういったものに時間を要してしまって、実際にビデオを撮ってからお届けする前に時間があるんですけども、 LINE とかメールマガだったらですねすぐにパパッとねリアルタイムでそういった最新の情報をお伝えしてきてますので、まだ登録してない方はぜひこの YouTube の下にあります公式のリンクの方から登録の押していただけたらなというふうに思っております。あとですねチャンネル登録の方まだしてない方はですねチャンネル登録しておいていただけると、サプライズゲリラライブなんかね突撃でやったりもしますのでね、そういったものの配信の漏れがないようにも必ずチャンネル登録の方もしておいていただけたらなというふうに思っております。それでは今回のビデオはここで終わります。また次回のビデオにてお会いしましょう。じゃあね。